皆さん、おはようございます。ティーンデアの脈、こんにちは。ティーンデアの脈、金太です。補聴器のために必要な聴力検査、確かに、順応聴力検査というのがあって、250、500、1000、2000、4000、8000、なんと7周波調べるそうです。確かに、これ、で合わせればわかるんです。軽度、中度、中度、これね、難しい。ほとんど聞き取れるのが80デシベル以上です。確かに、合音検査、あとは深いレベル検査ありますね。あとはいろんな分類、聞こえない仕組みはいろいろありますね。はい、中耳、まあ、リンパ液とか、いろいろですね。はい。電音難聴と、あと、間音難聴あってね。確かに補聴器は確かに加齢によっていろいろ病状によって違いますね。はい。必要な人と不要な人、確かに生活の自由さ、テレビのボリュームが原因。あとは電話が聞き取りにくい。あとは、そのための会合とかいろいろ、会議とかのお話ですね。はい。やはりその障害はあります。補聴器店に行けば買えます。もし必要な方は、はい。確かに補聴器は使いたくないですね。いろいろとあって。イヤリングとかね、いろいろ使ってるファッションも多いですね。まず有効かどうかも調べなければいけませんね。はい。まずは、はい。音によってね、はい。というわけで、補聴器は必要かどうかの話でした。バイバイ。